そりゃいい。それじゃお嬢ちゃん、その子何をしているのですか。おっと、これは治療費も上乗せしてもらわないとな。財布を出しな、家政婦さん。所持金はすべて使ってしまって残っていません。なのでどうぞお引き取りを。